はい、皆さん、えー、こんにちは、はい。本日はですね、8月の15日、えー、木曜日に、えー、この動画を、ね、配信予定でおります。実際はですね、14日の、えー、水曜日にね、夕方ぐらいにこの動画を撮ってるんですけど、皆さんにはね、のお手元に、えーまあ、お届けするのは15日の朝かなというふうに思っております。はい、えー、なんですけども、えー、もう皆さんお気づきになっていると思いますが、今回久々にこのピンク来ました。ということなんですけども、 うん、話の中身はですね完全なピンクの話ではないんですねまあ、半分ピンクの話そして半分はですね まああの天皇ご一家に対して秋篠宮ご一家やっぱりねみたいなね話なんで何色着ようか非常に迷ったんですけどもでもやはりね天皇ご一家の素晴らしさというかほっこりした場面だとかねそういったものを実際にお写真でもお見せいたしますので、えーまあえてピンクを着たといったようなことで、まあ、そういったことをね皆さんにおきましては含んでおいてもらえればなみたいな感じなわけですね。 はい、えー、まあそういったようなことで、えー、今回の話題に関しては天皇ご一家と秋篠宮ご一家ねえー、関してはこんなに違うねといったようなちょっと話をさせてもらいますいつものごとく最後までお付き合いいただければ嬉しいですはい、えー、でですねまずね最初にご覧になっていただいているのはこれはね週刊女性、えー、週刊女性プライムがウェブ上で、えー、実際には6月の30日にね 配信していたような内容、まあ、これをちょっとね思い出しながらっていうような話なんですけども、えー、この記事の内容ね今ご覧になっていただいている通りですね秋篠宮ご夫婦がですね34回目の結婚記念日を迎えましたといった中で、えー、下に書いてある通り秋篠宮ご夫妻が望む佳子さまの幸せといった表題で始まっているような記事なんですけどもまあ記事の内容はね すでにもう1か月半ぐらいの前の話なので皆さんも読まれた方もいると思いますし、まあ、はっきり言ってどうでもいいっちゃどうでもいいんですね記事の中身としてはねで私がねえ皆さんに注目していただきたいのは特にこの赤括弧でえ示させてもらっている内容ですはいでですね今言いましたようにまあ秋篠宮ご夫妻というと1990年の6月29日にご結婚されて今年34回目のね 結婚記念日を迎えましたといった記事になっているんですけども、じゃあですね、えー、この1989年、えー、実際には記者会見がね、えー、まあ9月の12日に行われていたんですけども、その時にですね、えー、実際記者会見に臨まれたお二人に対して、当然ですね、記者の方たちはいろんな質問を,をしたわけですね。で、特にですね、質問の中で目立っていたのが、 その、ね、記者の方の質問そのまま読みますがご結婚されると独立され三宅を営まれるわけですが今後のご自身の在り方抱負というものがございましたら伺いたいと思いますと言った記者の方が質問に対してですね何て言ったかというのがこの赤学校で示させてもらっている文面です。これもそのままま読みますよ 天皇をお助けする立場でございます。与えられた皇族としての仕事を一つ一つ大切に果たしていくつもりでおります。といったことをですね、秋篠宮殿下が言われていたわけですね。はい、皆さんどうですか。ね。<laughs> 全くもってですね、有限不実行というかですね、まあそういったようなことが顕著に表れておりますよね。まあ、はっきり言ってね、これ見た時に笑っちゃいましたけどね、私はね、 与えられた皇族としてのお仕事を一つ一つ大切に果たしていく、ね、天皇をお助けする立場でございますといったようなことを言ったんですよ。今現在これが平成から令和に移ってですねこの言葉そのまま、えー、秋篠宮殿下にねお返ししたいと思いますので今現在どうなんですかといったようなことですよね。 まずはこういったような記事が上がっていたので皆さんにはね秋篠宮殿下の有限不実行さといったことをまずねお示ししたいなというふうに思いましたでそういったような有限不実行なね所作というかね行動とともに今回はね天皇ご一家と秋篠宮ご一家こんだけ違いすぎるよっていう話で次のページ はい、でですね、今ご覧になっていただいている写真なんですけどもこれはね、えー、実際にある方が SNS 上で投稿されていたような写真をねちょっとそのまま引用させてもらっているんですけども、えー、実際ねどうもですねこの今現在モザイクがかかっているような方がですねその天皇ご一家に対して、えーねまあ、あの本当はねもじもじしながら一緒にお写真撮りたいなというふうに思っていたんでしょうね。 でもそういったようなことを言わないまでもですね、ねえーとまあ、この天皇陛下、もしくは皇后・雅子さまがですね、えー、実際に一緒にお写真撮りましょうかといったような言葉をかけてもらえるのが天皇ご一家、そしてメーカーにいる、ね、年の目愛子さまていうような話、まゆ、あ、えにこういった話があるんでね、ピンクの写真、ピンクのシャツを着てるんですけども、じゃあ、たやね、こういったような場面で秋篠宮家はどういったような言葉をね、 出すでしょうかということに関して、あくまでも私の試験です。あくまでも私の想像です。といったような動画にはなっておりますけれども、おそらくはこういったような場面があればね、いつものごとくなんですけれども、これはあくまでプライベートの話です。写真なんかはプライベースプライバシーに関わりますので、ぜひね、えー、ご遠慮ください。みたいなことで、跳ねつけるのが秋篠宮家なのではないか。私の勝手な試験ですけどね、そういったようなことを、えー、思います。といったようなこと。 だとか合わせて次のページはいこれはですね、えー、天皇ご一家が、えーまあ、当時のね、えー、これかなり前の話、えー、愛子さまもねまだこれ、えー、学習院の初等科ぐらいの時でしょうかね、えー、そういったような写真なんですけどやはりね、えー、登山が好きな えまあ天皇陛下ということでご一家がねこの登山をしながらえおそらくこれあれなんですかねえある程度のえまあ道筋を行かれた後に一緒にねお昼の作られていたえまあおむすびですすねおむびを実際に頬張れねえまあ食されているような まあ当時のこの皇太子ご一家だったわけですね、まあ、この写真見ただけでもちょっと白黒でかなりのね前の写真なんで、えー、見にくくて申し訳ないんですけどもでもこの白黒であったとしてもねこの写真見るだけでいやーやっぱりご家族仲がいいなーというようなことで、まあ、非常に庶民的なね、えー、おむすびを一緒に食べていたといったような写真なんですけども。 これをね、じゃあですね、秋篠宮家がの方々がですね、例えば秋篠宮ご夫妻と悠仁さまがね、実際にこう言っているのは、もしね、登山に行かれていたら、お昼どういったものを食べるでしょうね、といったことを私は勝手に想像いたしました。えー、おそらく秋篠宮家のご一家であればですね、 おむすびどころかですねまあそれこそねどこかの料亭等でね一流の料亭で作らせたような高級なお弁当をね、えー、こういったようなところで広げて食べたのではないかみたいなことを私は勝手に考えましたけどね、まあ、皆さんはまたどのように思いますでしょうかっていうような話なわけですねはいでプラスしてこういったような写真もあるんで、ね、ご覧くださいはいこれもですねかなり前の写真だね、えー、でですね 左側の当時の秋篠宮殿下まだね30代まだ40代ぐらいですかねの時そしてね右側ちょっとお顔は見えませんけどもこれは紀子さまの写真ですねでどっかの岩場等を散策されているような写真なんですけどもまあ右側に書かせてもらっている通りですねまあね以前からこうだったんだよね秋篠宮殿下に関してはねえ紀子さまこういったような岩場でしょ でまあ、紀子様の隣にこの男性の方いらっしゃいますけどこの男性の方が当然ですね秋篠宮殿下が、えー、この岩場,岩,場岩場ゆえにですね女性の方が歩くの大変なわけだよねスタコラさっさと歩いてんじゃねえよみたいなことで普通であればね、えー、隣に寄り添ってここ大丈夫かということで一緒にねこの岩場を歩かれるのが普通なんじゃないかなというふうに思いますがいつものごとくなんですが アションの宮殿下に関してはスタコラさっさと、まあ、ちょっと右側のねちょっと大丈夫かなというようなことで見てはいますけどね、まあ、ちょっとちゃうだろう、みたいな話なわけですね、まあ、こういったようなこともね見ても先ほどの「週刊女性プライム」の記事をね書かせてもらいね、えー、皆さんにお示しした通りですね。 以前は秋篠宮殿下はね天皇ご一家をお助けすべくみたいなことを言っていたんだけどこの写真見てもねそういったようなね人のことをお助けするそういったような精神がねこの秋篠宮殿下に関しては本当に終わりなんですかといったことをね彷彿させられるようなこの写真だと私は思ったわけですね。 まあ今回いろんな写真を、ね、皆さんにお示ししましたけどあくまで言っておきます。私も私が、ね、あくまでも、まあ、こういった場面でこうだろうなみたいな想像をもとに、ね、お話をさせてもらったような次第なんですけども、まあ、そういった趣旨の動画ですので、ねまあ、皆さんにおきましてはどうでしょうか皆さんはどのように思われますでしょうかといったような、ねえー、ことでまたいろいろコメントいただければ大変嬉しいかなといったような動画の趣旨でしたということですね。はい、一旦変えます。 はい、といととうことでですね、今回、ね、の話に関しては、まあ、確かに秋篠宮殿下ね、えー、34年前の,あの結婚の、ね、会見においてですね、言ってましたよね天皇ご一家をお助けすべくですね、えーまあ、お仕事していきたいみたいな話をしておりましたけども、まあ、平成の時にはさ、まあ、そんなことあったかもしれないけど、まあ、代が変わって今現在はあくまでも令和の世の中なわけです。 ね、当時この結婚会見の時に言われていたような話をですね今現在秋篠宮殿下されてるんですかといったような話だったよねプラスしてですね全然さっきも言ったようにスタコラさっさというか人のことはあんまり気にしてないよねどん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 先に歩いていっちゃうようなことを見てもですねいやーこの方がねそれこそね将来的に好意を継ぐなんていうことになったらどうなるそれこそね 私がね、動画を出すたびに、えーまあ、まあそんなに多くはありませんけどねこのまま行為がね秋篠宮家に移ったらもうねいちゃん皇室いらないよといったご意見も最近だんだん少しずつですけども増えてきているように感じますいやそういったことがあっちゃいけないよねといったようなことだと思いますよねまた皆さんどのように思いますかっていう話ですねはい、えー、ということで本日もね 皇室関係に関して、まだまだ話したい内容あるんですよ。ということでね、この辺にまたあるんですけど、また一遍に話すとね、私も喉惹かれちゃうんで、動画を分けてね、皆さんにはお聞きになってもらおうと思います。次の動画もぜひね、ご覧になってみてください。今回もありがとうございました。バイバイ。